Hey, what's up? 山本です。私は今香港に来ております。前回の動画では香港に乗り継ぎ待ちの時間を使って街中繰り出したんですけれども、時間切れ、ゲームオーバー。なので今回はフライトレビューの動画をお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験の元ビリーが、私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社タイ航空になります。行き先バンコク行きになります。そうなんですよ、またバンコクに行きます。そしてただいまの時刻が17時45分になりまして、フライトが19時5分出発なんです。オンラインチェックインは済ましたんですけども、モバイル搭乗券が発行することできなくて、チェックインカウンターに行くなり、あとは自動チェックイン機使わないといけないんですよね。クローズが出発の1時間前だという体で僕は動いているので、このままでいくと、まあ、ギリギリ1時間前にカウンターの前につけるかなっていう計算なんです。搭乗券出してもらえばよかったな、乗り継ぎのシンガポールから来る際に。あー失敗した、それが正解だったね。とりあえずこの後空港向かいますが、今いる車両誰もいないのよ。以前も香港の空港鉄道を乗った際誰もいなかったんですけども、今日も誰もいません。こんな感じで誰もいないのよ。申し訳ないぐらい誰もいないです、まあ、なので普通の声量で今話してます。普段電車で喋るとしたらこんな声まず出さないんですけれども、誰もいないんでね、まあいっかということで今普通に喋っております。そして窓の外は海からの列車。この列車本当速くてすごいんだけど高いんだよな。今回は香港の街中ではなくて、なんだっけな、ツァンイーだっけな、一駅先の駅から乗ったんですけども、一駅で1000円ですからね、これ。しかも KK デーの安くなるチケット使って1000円なんですよ。バスだったら先ほどまでいた場所まで大体600円ぐらいだったので、もうタイムイズマネーですわ。うん、そんな感じです。とりあえずこの後空港を向かいます。今回タイ航空の指定ラウンジどこになるんだろうな。昔はタイ航空のラウンジがあったんですけれども、香港に今はもう閉鎖されてなくなっちゃってるんですよね。一時閉鎖とかではなくて多分あれ完全になくなってるので、どこがアサインされるのか分かりませんけれども、とりあえず今日の便乗ってこの後はバンコクに向かいたいと思います。本当に人いないんだよな、大丈夫かなと思っちゃうんですけども、その分料金高いので致し方ないかな。この列車何キロまで出るんだろうな。今ほぼ140キロぐらいで高速走行してるんですけれども、京成スカイライナーだったら160キロぐらいまで出ますよね、あれきっと。なのでそこの速度に近いのかな、こっちの方が速いのかな。いずれにせよこの列車香港の街中まで何分だっけな、30分とかで着いちゃうのってすんごい速いんですよね。あーなんかもう光がシャ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 ってなってるけども、直れ、まあこれも直んないな、非常に見方が違うんだけども。あでもあれか、一駅でも遠いんですね。1000円分ぐらいかかっちゃうんだけども、カオルーナとか香港まで行ったら結構かかりますけども、一駅目のツインイーってものかな、読み方は分かりませんが、そこからカオルーンまでの方が空港までよりも短いってことか。電車は130キロちょい、136キロぐらいで今爆走してますので、車もうビュンビュン置いてきぼり。逆にこれと同じぐらいで走る車行ったら大幅な速度違反だからね。バイバイ車の方々、早いね列車、すんごい早いわ。街中まで30分は本当にすごいよ。京成スカイライナーも上野まで30何分ですよね。あれもなかなか異次元な列車ですけども、香港の空港鉄道もなかなか異次元だよね。ロープウェイ走ってんのか、そこ。今度香港のメジャーじゃない場所に行くとかっていうのもありよね。あれキャセイの本社かな、キャセイのビルが建ってます。今まではもうメインどころしか実は香港って行ったことないんですけども、香港の中でもやっぱりディープな、ちょうど今チャイナエアの機材が離陸したところです。香港もすんごいディープな場所いっぱいあると思うんだよな。なので今回スマホ買えなかったですし、もしかしたらまた来るときにスマホ残ってれば買えばいいし、あとは香港のメジャーじゃない、あそんなとこ行くのっていうところ行ってみたいんだよな。正直香港のメジャーどころ飽きました。もう今まで何回行ったのかっていうぐらい行ってるんですけど、逆にメジャーじゃないところは全くと言っていいほど行ったことがないので、今度行ってみたいですね。もう間もなく空港到着です。キャセイの機材の他には、あとはシンガポール航空、スイス航空、エチオピア航空、ルフトハンザ、ここら辺の機材が今見えております。私が乗るタイ航空の機材は見えてませんね。先ほど見たらもう機材は到着しているので帝国での出発になる予定です。もう間もなく空港駅到着です。さて到着しました。失敗した。
先頭車両乗り込まなきゃよかったな。真ん中の車両の方が空港の入り口に近いのよ。とりあえず急いでチェックインカウンター向かいます。ちなみに鉄道の場合、帰り空港に向かう際は改札ありません。行きに全て行います。17時53分になりました。まあ、1分遅くても間に合ったんじゃないか説はあるけれども、とりあえずは早く着いたので乗れないってことはないでしょう。本日この後のフライト、わすげえ、キャセイのどこ行きか分かんないけども、昨日のフライトが今日の23時50分になってる。1日以上の遅延、すごいね。ドバイ行きか、やば。あとは中国国際航空、北京、ブリティッシュエアウェイズ、ロンドン、キャセイのプーケット、エチオピア航空、アディスアベバ、スイーツ航空のチューリヒなどなどと続いてて、自分のフライトはどこだ、7時5分だったはずなんだけども、なんでない、バンコク行き、バンコク行き、え、なんでないの、これ、え、20分だったね、違う、これ ATX だから香港航空、え、なんでない、え、どういうこと、時間間違ってる自分、そんなわけないと思うんですよ。時間は間違ってないとは思うんだけども、一度見てみますか。今回のフライトは、私はタイ航空の639便、え、なんでない、639便、タイ航空639ないな、なんで、まあいいや、とりあえずこっちから見ますか。タイ航空は H のカウンター、まず H のカウンター行ってみましょう。納得したわ、これ到着でした、恥ずかしい。なので5時半ぐらいに到着しているので、これか、この便が私の折り返しになるので、それはここね、よく見ないとダメだね。上にアライバルって書いてるもん、恥ずかしい。とりあえず H のカウンター行きます。 H のカウンター着きました。タイ航空は一番奥チェックインカウンターありますが、もう1時間10分ぐらい前なので、さすがに誰も並んでません。あとは自動チェックイン機ありますので、ここで少し覗いてみましょうか。空席が今どんな状況になってるんでしょうか。これでそのままモバイル搭乗券発行できればな、最高だったんですけども。言語は英語か中国語しかありません。まずはパスポートかな。セルフチェックイン、さっきこれ押したんだけどな、何の反応もなかったので、もう一回行ってみますか。あ、いけ、え、なんで、あ、いけか。で、ここになるとようやく日本語出てきました。なんで、次ダメだったらもうチェックインカウンター行きます。3度目の正直、行ってこい。はい、カウンター行ってきます。ただいまチェックイン中でございます。誰もいない。チェックイン完了しましたが、事件発生、事件発生、事件です。とりあえずラウンジはプラザプレミアムラウンジ、これも正直どうでもいいんですよ、どうでもいいんですよ。何が言いたいかというと、今後のフライトミスブッキングしてて乗り継げない時間帯を設定してたのよ。なのでこのまま行くと何かのフライトを捨てなきゃいけない。どうしよう、どうしよう、マジで、マジか、マジか、マジで笑えない、本当に、うわー、マジか、いやー、捨てたくないんだよなフライト、どうしよう。とりあえずバンコク着いてから考えます。もうバンコク着いてから考えます。もうこんな予定じゃなかったわ。いやー、もう本当に何やってんだろう、嫌だわ。とりあえず保安検査、出境検査行ってきます。まずはカメラを見ます、カメラ見ます。これで顔パス登場できるはず。こんな感じです。カメラを見て、でパスポートをスキャンして、え、ダメなの、なんとか最近パスポート調子悪いんだよな。日本の自動化ゲートも完全に通過できなくて、自動化ゲートじゃないな、顔認証ゲートが通過できなくて、自動化ゲートなら OK。 え、なんで、なんでエラー祭り。 Please go to assisted channel、 つまり友人のカウンター行けと。なんか本当調子悪いんだよな。かといってパスポートをこれ新しく買えなきゃいけないですからね、今年増補したばかりなのよ。保安検査、出境検査完了しました。どうしよう、マジで、マジでどうしよう。もっと早く気づいてればいろんな選択肢があったんですけれども、
今気づいたんですよね、チェックインのタイミングで。うわっと思って、マジでやばい、マジでやばい、今後の計画がもう全部崩れるのよ。だから本当に捨てればなんとか、捨てて別の行き先の航空券取ればうまくつなげられるのは間違いないんですけども、いやマジでどうしよう、もうさっきの携帯の件といい、マジでついてないわ。とりあえずプライオリティパス使って食べられるレストランプーティンありますので、チキンライス食べる。今回時間ないんでテイクアウトしました。プラザプレミアムラウンジちょこっとだけ寄ります。ちょこっとだけ寄って、その後もすぐゲート向かって搭乗にしましょう。とりあえずサクッとプラザプレミアムラウンジ行ってまいります。食べる余裕はないけど食事メニューだけ紹介します。サラダコーナーです。もう今回ざっくりとした紹介にしたいと思います。あー食べたい、食べたいよ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 、食べたいものいっぱい。あフィッシュボールヌードルスープ食べたいよ、時間がねえんだよ、時間がねえんだよ。マジでこんな予定しなかったわ。もうそろ搭乗始まるってタイミングなので、しかもゲート反対側なんですよね。いやーもう、いやー悔しいわ、悔しいわ、もう悔しいの一言。なんでこんな、あ出たパンケーキ、これ美味しいんだよ意外に。ラウンジ出ました。何しに入ったって感じですよね。なんだかな、 何も食べてないですし、ただおしっこして手洗って顔洗った、ただそれだけです。はあ、こんな予定じゃなかった。とりあえずボディングブリッジじゃないよ、もうやばい、焦ってる焦ってる。搭乗口に向かいましょうか。46番なので反対側なんですよね。それよりもどうしよう、マジでどうしよう、マジでマジでどうしよう。今日はゲート46番ですので列車で向かいます。本当は荷物預けなかったのよ、預けたかったんですけども、便を変更する可能性があるので今回は持ち込みにしました。いやマジでやばい、どうしよう、頼みます、頼む、口が回らない、何言ってるか分かんない、焦りすぎ。反対側着きました。遠いんだよねこっちね、列車に乗ったら1分で着きますわ、歩いたら10分ぐらいかかるんじゃないかな。今日は46番ゲートからの出発になります。この上にプライオリティパスタイルのラウンジあるんですけども、今日はもう行きません、そのまま搭乗口に向かいたいと思います。なんだか面白い店あったよ、ジャパンフリージア、 ありがとうございます。北海道8.0、 よう分からんけども 8.0% の乳脂肪分ってことかな。北海道というブランドが本当に台湾香港すごいからね。でここに売ってる、あれ日本のやつじゃない、でもこれ日本のやつだ、ちょっとなんかパッケージ違う気するな、まあ、日本のお菓子が売ってるよと。正直こんなところで見てる余裕はないんだけども、せっかくなのでね、日本のお菓子も結構あるね。ただそれっていうやつもありますね、まあ、言っちゃ悪いですよ、ここら辺のやつだとかあんまり見ないな、これここら辺のやつも、うん、なんていうんだろうな、定番じゃない。あすごい、アイスまである、へえ、モナオとかもあるしね。こんな感じでどこそこの商品ですかっていう商品が多いんですけども、中にはこういったメーカーの一流商品もあります。それでは搭乗口向かいましょうか。まだこっちにもあるのか、うん、ですね、ここら辺のお土産屋さんでもあんまり見ないよねっていうのが並んでる感じがします。さて搭乗の時間でございます。 Thank you、 ありがとうございます。Thank you.
おーマジか、まさかの窓なし席。ただ幸いなことに一つ前がバルク席、誰もいないのよ。だからこんな感じで行きましょう。Thank you for your attention. We are pleased to provide a Royal Orbit service. We hope you enjoy and have a pleasant flight.サインが消えました。本日の機材トリプルセブンの 300ER です。シートポケットの中はエチケット袋と安全のしおりのみと思いきやエチケット袋すら入ってないですね。シートピッチこんな感じです。まあ、広い方ですね。これ旧型のトリプルセブンではあるんですけれども、座席は広め。本日32の A なんですけれども、一つ前がバルクの座席ですけれども、タイ航空ここ有料座席にしているので、基本的にあんまり乗ってる人いないですね。今回タイ航空何度か乗ってますけれども、ここ埋まってるところ見たことないですし、真ん中も反対側も最前列座ってる人は誰もいません。とりあえず機内食この後ありますけども、さっきプライオリティパスの引き換えでもらったチキンライス頼んだんですけども、それ食べるわ。もう今ネットワーク、インターネットがつながらないので、何をどうしても挽回できないので、とりあえずもう例の件考えるのやめますわ。はあ、しんどいわ。こんな予定じゃなかったんだけどな。それではこれからチキンライス食べます。すごいな、水蒸気でびっちゃびちゃなのよ。こんな悲しみのチキンライスになる予定じゃなかったんですけども、とりあえず食べましょうか。本当にこの後どうなるんだろうな、自分でも展開が読めないので怖い、マジで。
の味噌汁って感じ、味噌汁ではないんですけども、でも味噌汁っぽい味しますね。ただ前に食べた時よりは美味しいです、こっちの方が。機内食めちゃくちゃ美味しかったわ。機内食じゃないか、チキンライスですね。そして隣の方、真ん中は今日は空いてるんですけども、通路側の方は機内食食べてるんですけれども、特別機内食なのかな、その方だけもう早速配られてました。それが上級会員なのか、タイ航空の。そして例の件なんだけど、どうしようかな。単純に日付を勘違いしました。パソコンに日付とか便名とか区間とか入れて予定組み立てるんですけれども、その際1日間違えてパソコンに打ち込んでたみたいで、具体的に言うと9日の13時にまた別の便押さえてたんですよ。で、僕の中の計算だと8日の14時頃に到着する予定だったんですけれども、日付を勘違いしてて9日の14時なんですよ。何が言いたいか、9日の14時に到着して9日の13時に出発する。間に合わないというか完全に逆転してるんですよ。到着した頃にはもう乗り継ぎ便が出発してるっていうね。本来は8日の14時に到着して9日の13時、すなわち間が23時間空いてるつもりで予定を組み立ててたんですけれども、実際は1日間違ってたのよ。なのでこれでどういう風に今後組み立て直すかがまだ決まってなくて、最悪便を放棄で別便を別途購入、最悪これ要するにノーショーですね、ノーショーにして別便購入、あとは発券元に行って事情を説明してフライトを e チケットの状態から書き換えてもらう、あとは次乗る航空会社に交渉してもっと早い便に振り替えてもらって何とか間に合うようにする。であとは9日の便そのものを後ろにずらす。ただ9日の便はもうかなり日程もタイトに入れてるので、あれを挽回できるような日程を組めない気もするんですよね。なので便を捨てて新たに予約し直す、まあ、一番いいのは変更してもらえることですよね。そして機内食が到着しました。Chicken pasta. Present weather report. This is pasta. Chicken is pasta. Pasta. Chicken is pasta. Rice. Pasta is. Another one is corn with potato.結構これ困らせるんですよね、きっとクルーの方。しかも今回前の方なので、これが真ん中ら辺ぐらいだったら大体どっちのが人気あるんだろうなっつって余ってる方を渡してくれると思うんですけれども、一番最初ですからね、エコノミーの一番最初に任せるよって言ったら来るの方困っちゃいますよね。なんか申し訳ないことしちゃったわ。さて機内食到着、メイン以外は2日前と同じだな。そして今日もパンパンのパン、パンパンパンです、いわゆる。あ、パスタって聞こえたのはペーストです。あ、ここに書いてるんですけども、レッドカリーペーストウィズライス、これをパスタって聞こえたんでしょうね。もう少しリスニング能力鍛えないとダメです。ちょっと待てよ、今隣の人の機内食見てるんですけども、2日前と同じやつだわこれ。まあいいんですよ、あれめちゃくちゃ美味しかったから、本当に美味しかったのでいいんですけれども、マジか全く同じです。この細
バッチ的なやつも同じだし、ケーキ的なやつも同じだし、メインも同じ。あ、いや、いいんですよ、いいんですよ。ただ変わり映えしないことに申し訳ない。オレンジジュース、プリーズ。オレンジジュース。いや、しよう。ドリンクなんですけども、今選べるのがお茶かワイン、あとビールとかも選べるのかな。オレンジジュースやコーラなどは、あ、また後でねっていうことでした。あとどうでもいいんですけども、担当してくださった来るの方、めちゃくちゃ滝沢カレンさんに似てますわ。本人かっていうぐらい、まあ、もちろんマスクしてるので目からここの部分だけなんですけども、ここの部分は完全に滝沢カレン氏の顔と全く同じでした。それではもうお見せしますね。今日の機内食はこの前のタイ航空のエコノミークラスのやつと全く同じです。全く同じ。熱い、この熱いっていうのも全く同じ。あ、なんか見たことあるな、これは。見覚えないですが、これ美味しかったあのやつですよ。まあいいや、とりあえず食べますか。とりあえず食べるか。いや、なんだか本当に行けない方向にどん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 物が止まって、うわうわうわ、ここになんかこぼしてる。本当にやばいな、この負の状態から抜け出したいんだけども、抜け出せそうなきっかけがないよね。これで無事に変更できればいいんだけどね。あー、もう全然取れねえ、全然取れねえ。多分色的にチキンライスじゃなくてこれ、今届いたばっかりの機内食、どのタイミングでこぼれたのか。ウェットティッシュで拭いても落ちません。シャツのシミも落ちないし、ついてないけども、とりあえずチキン食べるか。食べてないけど味わかるんですよ。ココナッツミルクの味がすんごく芳醇で辛くないんですよ。そしてこれを食べるとご飯がめちゃくちゃ進む。2日前に食べてます。いただきます。あれ、この前より辛いぞ。ちょっと待ってよ、こんな辛くなかったんですよ2日前は。あ、辛い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 、めちゃくちゃ辛いってわけじゃないんですけども、ピリ辛。気持ち2日前と味が違う気がする。ここからは機内プログラム紹介します。日本語ももちろん対応してるんですけれども、昔ながらのプログラムということもありますね。ちょっとだけ反応が鈍いかなっていう気がします。もちろんリモコンがありますので、リモコン使って操作することもできるんですけれども、タッチパネルは操作しやすいかな。映画見てみましょうか。新しいプログラムと比べて入っている映画の量が違ったりするのか、そういったところを見てみましょう。あとはこう反応が本当にあまりよろしくないので遅いじゃないですか。そこがちょっと大変かもしれません。やっぱり反応遅いと大変だな、すぐ次のページに行ってくれないんですよ。ただもうこれもしょうがないでね、新しい機材がすごいということだけなので、もう諦めるしかないですね。日本の映画は入ってるかな、ここら辺に入ってるんだけども、どれが日本のやつかまでは、これか、竜とそばかすの姫、東京リベンジャーズ、ローニケンシン、これは最新のものと同じですね、入ってるものは。なので古いプログラムですけれども、中身としてはコンテンツの部分、それは新しいのと一緒かな。ただ先ほどから言ってる通り、ちょっと反応が鈍いので、ここのところが少し大変かもしれません。で、押しても反応してくれないんですよ、一回じゃ。一回で反応してくれないんですよね。ここの部分だけが改善されればいいかなと思うんですけれども、やっぱり古い機材なので、もうここはもう目をつぶるしかないかなと。あと到着まで38分のところにやってまいりました。
なんだか今日の動画気持ちが入らないな、なんだか適当な感じになってしまって本当に申し訳ないです。とりあえずバンコク着いたらいろいろとトランジットカウンター行ったりだとかして考えます。一番の理想は便を早めてもらう、そして結果的にもともと予定してた別冊の航空券があるので、その別冊の航空券に乗り継げれば僕は全く問題ないんですよ。で、一番したくないのは脳症で航空券を捨てる、それ以外のこと、もちろん自分の確認ミスが招いたことなので 100% 自分に責任はあるんですけれども、何かならできないか確認します。唯一の救いはこの段階で気づいたことかな、当日気づいたらもうどうしようもできないので、なんとかまだ今の段階だとリカバリーするような術はなくはないと思ってますので、これが唯一の救いだと思っていたいと思います。到着まであと15分になりました。シートベルトサインも点灯しております。ちなみに先ほど後ろの方の区画行ってみたんですけども、このバルク席であったり、あと非常口座席、誰一人座ってませんでした。この区画333かな、333の配列なんですけど、誰もいなかったですし、後ろの非常口座席もいなかったですし、本当に誰も座ってなかったわ。ただ全体的な手動率としては8割5分ぐらいいってんじゃないかな。結構3席埋まってるところもありましたので、今日隣がいなかったのはラッキーかな。Sorry, did you get your book back? Hmm? Yeah, yes, I already got the ship. Yes, of course. Thank you. ありがとうございました。
バンコクスワンナプーム空港到着しました。昨日もいたよなここ。本当に何やってんだろうね。その結果このありさまですから。今回のはフライトの前に iPhone 買いに行こうと思って香港の街中いたんですけれども、時間が足りなくて結果買えずと。欲しいものはあったんだけども時間がなくて買えないと。しかも1時間前に空港に行かなきゃいけない。オンラインチェックインはできたけどもモバイル搭乗券は発行できない。すなわちチェックインカウンターに行けと。チェックイン1時間前に締め切られると思ったらまさかの40分前。ってことはもう少し携帯屋さんにいることができた。ってことは携帯買うことができた。裏目だよね全て。なんでこんなうまくいかないんだろうなと。それで携帯買えずただただ香港の街中行って戻ってきたっていうような状況で、香港戻ってきて空港でチェックインしの予定をふと確認したらパソコンの中にある日付間違えてました1日。その結果今回の乗り継げないっていう事態になってしまって、まだどうするか決まってないんですけれども、詳しくは次回の動画でこの後どうなったかお話ししたいとは思うんだけども、まさかよね、こんな初歩的なミスすると思わんかった。変態チックな発見、変態チックじゃないね、変態発見をした結果がこれよ。まさかの日付間違える。なのでどうするかまだ分かんないけども、一番いいのは元々の予定に間に合うように次の便を早めてもらう。これができなかったら、まあ、できるとは思うんだよな、まあ、どうなるか分かりませんけれども、とりあえず次回の動画でどうなるかお話ししたいと思います。あとはタイ航空のフライト、以前クアラルンプールからバンコク昨日か一昨日乗ってきたんですけども、機内食全く同じでした。全く同じ、まあ、そこの部分は全然いいんですけども、美味しかったのでよかったんだけども、全く同じだったりだとか、あとはプライオリティパスで使えるレストランプーティエン、テイクアウトできるみたいですね。スタッフの方からテイクアウトするって言われて、あ、お願いってことだったので、搭乗券見て、あ、こいつ時間ねえなっていうの分かったんでしょうね。なのでお言葉に甘えてテイクアウトして飛行機の中で食べて、その後さらに機内食食べてっていう感じだったので、お腹もはち切れそうではあるんですけれども、香港のラウンジで特に何も食べなかったのでなんとかなりましたが、あれで食べたら無理だったね。それでは今回もいろいろありましたが、ちょっと僕も魂が今抜けてる状態です。次の動画もおそらく冒頭は魂が抜けた状態だとは思うんですけれども、この緊急事態どういうふうに対応できるか腕の見せ所です。頑張って正常な旅程に戻したいと思います。このままだったら詰んでしまいます。頑張ります。それでは本日の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。そのせいでの皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。